ヒントン列車衝突事故は1986年2月8日にカナダアルバータ州ヒントン郊外のカナディアンナショナル鉄道線内において発生した列車衝突事故である。ビア鉄道が運行する特急旅客列車スーパーコンチネンタル号とカナダ国鉄が運行する貨物列車が正面衝突し23名が死亡71名が重軽傷を負い カナダの鉄道史上最悪の事故である1947年にマニトバ州デュガルドにおいて発生した列車衝突事故に次ぐ惨事となった。事故後の調査の結果、貨物列車側の乗務員に重大な人為的過失があり、事故につながったことが明らかとなっている。事故現場はカナダ国鉄が保有する大陸横断鉄道沿線のアルバータ州ヒントン郊外で、 アルバータ州の州都エドモントンの西方にあたる。道路線は旅客運輸をビア鉄道が担い、ジャスパーからエドソンにかけての区間、延長約 160km の半分以上はカナダ国鉄及びビア鉄道の共同運行路線であった。路線の信号機、分岐機など保安装置の管理は列車集中制御装置によって一括管理するシステムが採用されていた。 事故当日のビア鉄道スーパーコンチネンタル号第4列車は以下の編成で運行された。事故当日のスーパーコンチネンタル号に無動機関車として8両目に連結されていたビア鉄道 FP9 から6300号。当日の牽引機 FP7 とほぼ同型車である。事故当日の第413貨物列車牽引機の一つ。 カナダ国鉄所属の GP38-2 系の同系車。ドームカーの参考写真 FP7A と海9バイトの牽引機関車2両を含む先頭7両はバンクーバー発エドモントン行きのスーパーコンチネンタル号、中間機関車 FP9A 型以下後部6両はプリンスルパート発ジャスパー行きのスキーナ号でジャスパーにおいて両列車を並結し、以降、 スーパーコンチネンタル号としてエドモントンまで運行するという珍しい編成形態であった。また、ジャスパーにおいては工場へ検査入場する蒸気暖房車を編成最後尾へ1両増結し、また、編成中間に位置する FP9 は無動状態として以降14両編成で運行された。乗客は94名、客室係を含む乗務員は14名、 計108名が乗車した。カナダ国鉄第413貨物列車は、穀物を積載したホッパ車35両、硫黄を積載したホッパ車45両、タンク車20両、などを連結した118両編成を蘇生した。編成最後尾には制動装置の操作を行う、環急車を連結し、GP38 から2型1両及び SD40 型2両の3両の、 機関車による30連で運行された。先頭の機関車には、機関士 A と、機関助手 B が、緩急車には、後部車掌 C がそれぞれ乗務した。牽引機関車はいずれも、電気式のディーゼル機関車であった。エドソンを現地時間6時40分に発車した第413、貨物列車は、途中駅で、東行きの通過列車を2本退避した後、8時20分に、 ハーグウェンの信号場へ差しかかった。路線はここから先デールハーストの信号場まで、2本の線路が経路の南北に分かれた別線方式による伏線区間となっており、第413貨物列車は北回りのルートへ入線した。一方、同時刻に第4旅客列車はヒントンを約5分遅れで発車し、デールハースト信号場へ向かって走行中であった。 8時29分にデールハースト信号場における分岐器は南回りのルートへ開通第4旅客列車を先に通し北回りのルートを走行する第413貨物列車を列車交換のため停止させる設定がなされた北回りのルートにおけるデールハースト手前 4.15km に設置された信号機は次の信号で 停止を意味する赤と黄色の2色が現示された。ところが、第413貨物列車が同信号機を通過した際の速度は時速59マイルに達しており、減速していないことは、愚か道区間における最高運転速度50マイルをも大きく超過していた。デールハースト手前149メートルに設置された信号機は停止現時であったものの、 第413貨物列車は信号を無視して分岐器をあり出し単線区間にへ侵入。8時40分、第413貨物列車がデールハースト信号場を通過して間もなく、第4旅客列車と第413貨物列車は正面衝突した。衝突直後、双方の機関車より漏出した燃料から出火し、双方の牽引機関車、 および第4旅客列車の3.4両目の荷物車、座席客車に引火、炎上した。また、衝突時の衝撃によって空中へ投げ出された第413、貨物列車の貨車が第4旅客列車5両目のドームカーを直撃2階部分に乗車していた旅客が犠牲となった。第4旅客列車の6両目以降の車両からも多くの負傷者が出たが、最後部12から14両目は、 脱線を免れた。第413貨物列車は、牽引機関車が大破、全焼したほか、戦闘から76両目までの貨車が被災し、前述の通り衝突時の衝撃によって空中に投げ出された車両もあり、破砕大破した貨車群と積載物が重なり合って、渦高い山のような様相を呈する惨状となった。この事故によって、双方の列車の機関士、 機関女子計4名と第4旅客列車の乗客19名の計23名が死亡、乗客乗員71名が重軽傷を負った。乗客の犠牲者は大半が4両目の座席客車に乗車した旅客であり、同車両に乗車していた36名中18名が犠牲となった。第413貨物列車が信号を無視したことが最たる原因とされたが、機関士 A。 機関女子 B ともに死亡したことから、信号無視の理由を明確にすることは不可能であった。ただし、遺体の検診によって A が薬物とアルコールを摂取した状態で業務についていたことが明らかとなり、また A はアルコールとタバコの過剰摂取によって健康状態が著しく悪化しており、心臓発作や脳卒中を発症するリスクが高まっていたことも判明した。その後、 事故調査委員会による調査が進められ、調査を担当したアルバータ州高等裁判所に所属する検事は、計56日にわたって実施された、校長会において、延べ150人の当事者から事情聴取し、証拠を収集した。調査報告書は1987年1月22日に公開され、その中でカナダ国鉄における安全を軽視した。 運行体制や乗務員の健康管理体制の図算社が浮き彫りとなった。担当検事はそのような体質を指してレイルローダーカルチャーと厳しく求断した。それによるとカナダ国鉄が運行する貨物列車においては乗務員交代に際して運行時分短縮と燃料費削減を目的として列車を完全に停止させず超低速で走行する列車から乗務員が飛び降り、 交代要員が飛び乗ることによる乗務員交代が状態化していたことが明らかとなった。本来乗務員交代に際して義務付けられているブレーキ動作試験は無論行われておらず、カナダ国鉄経営陣はこのような行為を把握していなかったと主張したが、報告書はカナダ国鉄の管理責任を問うとともに、この監修が安全規則を無視した違反行為であると指摘した。 機関詞 A については、薬物の副作用による居眠り、または心臓発作や脳卒中を発症するなどして、事故当時は意識を失った状態であった可能性が高いと結論づけられた。その上で A の健康状態は極めて深刻であり、列車の乗務に耐えうる状態ではなかったにもかかわらず、カナダ国鉄による乗務員の健康管理体制がずさんであったことから、 A の健康状態を正確に把握できず通常通り乗務させたことが事故につながったと断じた。また、機関車に装備される安全装置の不適切な取り扱いが指摘された。機関車にはデッドマンペダルと故障される、走行中は常時通したすることが求められる安全装置が装備されていた。この装置は、居眠りなどによってペダルから足が外れると、 アラームが鳴動し数秒後に自動的にブレーキが動作する機能を備える。しかし、多くの乗務員はペダルの常時投下を強いられることを糸い,い、ペダル上に重量物を置くことによって安全装置の機能を無効化する行為が状態化していたことが明らかとなった。もっとも、本事故においては、牽引機関車が大破したため、AA がそのような不正手段を用いていたことを証明するには、 至らなかった当時、一部の機関車には、一定時間運転操作を行わないと、アラームが明動し、そのまま放置すると、ブレーキがかかり、運転台に設置されたボタンを謳歌すると、警告状態をリセットできる、より高度かつ機関士への負担の少ない安全装置が、従来の常時、ペダル透過式安全装置に代わって導入されつつ、あった。しかし、 第413貨物列車の2両目の機関車には RSC が搭載されていたものの戦闘機関車には搭載されていなかった。このことを踏まえ、ローム環境改善のため RSC を搭載した機関車を戦闘機関車として運用することをカナダ国鉄に対して勧告した。さらに、報告書は第413貨物列車における機関車の乗務員。 A AB と関係者乗務の車掌シートの意思疎通が不十分であったことを要因の一つに挙げた。ハーグウェイに信号上通過に際しては、機関士 A より信号機が進行現時であることが C へ無線連絡されていたが、デールハースと信号上手前の信号機通過に際しては A より連絡がなかった点を指摘した。車掌の業務として列車が危険な状況に陥った場合は、車掌弁を操作して、 非常ブレーキを動作させる責務があることを踏まえ、列車が制御不能な状態にあったものと判断し得なかったか、否かを聴取に際して C に確認したところ C は体感速度を実速度より遅く感じていたことを理由として制御不能な状態にあるとは思わなかったと回答した。また C は事故発生直後に列車運行管理担当者へ自ら無線連絡を 行ったにもかかわらず、2台の無線機を用いて、無線チャンネルを変えつつ、AA 通信することを試みたが、C 側の無線機の不調によって通信が、不可能であったと、矛盾する証言をした。もっとも、報告書は仮に、C の証言が事実であったとしても、異常を感知して、列車を停止させるべき状況を感化したという別の、誤った判断を下したものである、と結論付けた。 ありがとうございます。